はい。皆さん、こんにちは。この動画では、Microsoft PowerPoint をより活用するためのヒントとコツとして、スライドを作成する際の図形の操作に関連したテクニックを紹介します。それでは早速見ていきましょう。まずは、完全な図形です。完全な図形というのは、正方形とか、えー、完全な丸とか、 あるいは正三角形とそういうことを意味しています挿入の図形から四角形を選びますが普通に書くとこれが正方形かどうかなかなか分かりづらいですでこれをシフトを押しながら 図形を描きます。そうするとどのように動かしても完全な正方形で図形が描画されますこれを正方形だけでなく円でもそうですし三三角角形形でも正三角形になりますね。また例えば 星形でもシフトを押しながら完全な形として描画されます次に正確に縦または横の位置に合わせて図形をコピーする場合です例えばここに円があったとしますこれをコントロールし でコピーしてコントロール V で貼り付けますがそしてこの位置をですね元の図形に合わせたいという場合にこのように点々でガイドが現れますので、まあ、横に合わせたい場合水平に合わせたい場合もしくは垂直に合わせたい場合はこのガイドに沿って合わせることで縦または横にぴったり位置を合わせられますけれども例えば この図形がスライド内にですねたくさんありましたその場合にこの円の縦または横に垂直・水平な図形をコピーしたい場合そういった場合はですねコントロール・シフトを押しながらこの図形を動かしますそうするとマウスを適当に動かしてもきちんと水平に位置が 決まりまりすもしくはコントロールシフトを押しながら縦きちんと垂直に合った位置に決めることができるとガイドだけを見ていると今のようにどれに合わせていいかわかりませんね。そういった場合にはコントロールシフトを押すとこのようにきちんと位置を合わせることができます。 次に図形の整列です。例えば、挿入から正方形がいくつか適当にあったとします。で、これらを水平かつ等間隔に並べたい場合、このようにガイドを見てもいいんですけれども、なかなか、えー、よくわからない場合があります。 そういった時にはこの図形を全部選択して「配置」のところから上下中央揃えこれで水平に並びましたそしてさらに配置から左右に整列こうすることで等間隔に並べて水平な正方形を描画することができましたちなみにこちらの機能は ウェブ版でででは一発すす。ることができますブラウザを開いて Office.com にアクセスしますマイクロソフトアカウントであればこのウェブ版は無料で使うことができますそうすると Office のアプリが並んでいますのでそこから PowerPoint を選択します 今回は白紙のレイアウトに変更して先ほどと同様に図形を挿入します。でこれらを整列するためには全部選択して ククリックですね。そうするとこのメニューに「自動調整」という部分があります。これをクリックすると等間隔かつ水平に並んで調整された図形の配置ができます。Web 版ではこの「自動調整」というメニューが追加されていますので一発で並べることが可能です。続いて「図形の結合」です。今ここに 丸と正方形がありますがこれをこのように重ねて両方選択します。そして図形の書式から図形の結合というメニューがあります。ここを見ると、まあ、いくつかのパターンがありますが例えば接合とすると両方合わさった図形として 1> 1つのものもになりますまた1つ戻して、えー、2つ、まあ、バラバラのものですねそれを両方選択して図形の結合から切り出しとこれが非常に、えー、興味深いものでして切り出すと重なった部分を含めて全部がバラバラになります。 ですので例えばこのような形に配置してですねでこういうふうにすると、まあ、これはいらないですね、まあ、よくある円グラフでの注目する部分をこういうふうに少し浮かせた、まあ、こういった図形を作ることが可能ですまた応用編として まあ、こういう画像が貼り付けてある。場合があったとします。ここに挿入で。図形を入れます。まあ、何でもいいですけれども。まあ、重なってても、重なってなくても良いです。 でこれらをですね全選択コントロール A で全選択します背景の画像も含めて、えー、この図形と一緒に選択をして図形の結合から単純型抜きこれを選びますそうするとこの画像からの上にあるですね図形の部分が型抜きされた形ということでこういったものを作ることもできます 続いてオブジェクトの選択です。今は例として円が3つ重なっていますけれどもこの状態であれば各々の円を触ることができます。でも例えば、まあ、ここからアニメーションをするあるいは切り替えの工夫で3つ重なっている場合があるとします。 でこの時に裏にある円を触りたい修正したいという場合にこの状態だと変更できないんですねそういった時は Alt の F10 を押しましょうそうすると今スライドにあるオブジェクト図形がですね全部ここに出てきますで今選択されているのが楕円の117です これ、わかりづらいので、名前を変えることができますので、イエロー。で、楕円の114。これは手前にイエロー、黄色のがあるので見えませんから、えー、この目のマークを押すとですね、非表示になりますので、この楕円の114は、グリーンに名前を付け替えます。そして、 これも非表示にすると楕円の118こちらはブルーですね青でこのように書いて全部表示しますそうすると今一番上は黄色の円ですけれどもブルーを選択してこの青の円今選択されているのは 見えているのは黄色ですけれども青なんですね。これを広げてみましょうか。青いものが選択されて今横に伸びましたこういった形で重なっている図形を選択する場合には a ルトの F10 で後ろにあるもの図形も選択することができますしまたここにある順番をドラッグドロップでこう変えるとこの配置で 全面背面移動というのがありますけれどもそれと同じことがここで直感的にすることができます今黄色が一番背面に行きましたねですので今これを広げると黄色が裏にあるという形ですこれでグリーンを一番背面に持っていくとこういう形ですね このオブジェクトの選択を活用することで重なった図形も簡単に選択して変更修正を加えることができます。はい続いてオブジェクトのグループ化についてです。今ここには3つの図形がありますが、まあ、これをですねこう動かしてしまわないように ひとまとまりとして扱いたいという場合に、まあ、グループ化をするということがあると思います。全部選択して配置メニューのグループ化もしくは図形の書式のグループ化ですね。こちらでグループ化できるわけですけれどもメニューから選んでもいいんですが一発でグループ化したいという場合には オブジェクトを選択して、Ctrl-G ででで一発でグループ化できます。解除したい場合にはコントロールシフト G ですねそうするとグループが解除されて各々のオブジェクト図形ということに戻りました次に塗りつぶしのスポイトですこれは図形に限ったことではありませんが 例えばこの図形を塗りつぶすのに図形の書式塗りつぶしでスポイトこのスポイトは基本的にはこのスライドの中の色しか選べませんがこのスライドの外に出るためには右クリックを押しながらこのスポイトを動かすとこのスライドの外まで選べるようになりますですが 例えば、ウェブサイトで見つけた色と同じものにしたいという場合に、こんな感じですね。これの、例えば黄色で、この中の色と同じように塗りつぶしたいという場合に、PowerPoint の外のアプリケーションの色ですので、スポイトを使うためには、 このようにしてですね、この色が目的の色が見える場所に両方表示して塗りつぶしのスポイトで右クリックで押しながらこれを選択するという形になりますがまあこれでもいいんですけれども微妙にやりづらいということがあると思います。ですのでそういった場合 ウィンドウズのスクリーンショットをうまく使いましょう。ウェブサイトを表示しておいて、ウィンドウズシフト S。まあ、ウェブサイトでなくても構いませんけれど、目的の色が表示されているときを出しておいて、ウィンドウズシフト S。で、ウィンドウズ1 0のスクリーンショットが撮れるモードになります。四角形の領域の切り取りで、目的の色の部分、 を切り取るとクリップボードにこの部分がコピーされますのでパワーポイントを開いてコントロール V で貼り付けをしますそうすればこの図形の塗りつぶしでスポイトでこれをすぐに選択できるという形になります最後に図形の塗りつぶしの応用です 挿入から、例えば正方形をいくつか並べますコントロールを押しながらコピーをすることができますのでコントロールでこのようにグリッドのように並べますでこれを全部選択してコントロール G でグループ化そして これ全体に対しして、塗りつぶしで図を選びます。例えばファイルから画像を選んで挿入とやるとこのような感じでグリッドに画像全体が塗りつぶされるという形になります。これを拡大縮小することも可能です。 こういった使い方も応用ができると思います今回は PowerPoint の図形の操作についてヒントとコツをご紹介しました効果的に使えるテクニックもあると思いますので是非試してみてくださいいかがでしたでしょうかこのチャンネルでは IT やデジタル関連パソコンなどの活用情報を発信してきますので よろしければぜひチャンネル登録をお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。